つないで、マダイと銀鮭の養殖をしています。この2つの水槽は連結していて、こっちのポンプで水を吸い上げて、ここのろ過層、まあ、微生物層ですね、通ってあそこから出てくるというシンプルな循環だけで、水替えをせずに飼育することが可能です。毎日餌をあげていますが、水替えをしたことは一度もありません。室内で、山の中なので海水を運ぶこともできません。ファクチャーによる水質浄化はこういったことを可能にしてくれます。